紙相撲のイラスト紙相撲は、力士を模した紙でできた人形を台の上に乗せ、振動させることで動かし、相撲の取り組みに似た動きをさせて、勝敗を競う遊びである。俗に、トントン相撲などとも呼ばれ、古くからある遊びであるが、日本紙相撲協会を中心に行われている、徳川式紙相撲は、昭和50年代に、ブームになるなどした。 紙を二つ折りにして90度ほど開くと倒れることなく立たせることができる。これを利用してある程度の厚みを持った画用紙などに力士の絵を描き切り抜いて折り曲げ立たせて力士の人形を作る。作った二つの人形を台の上などに置きその両端を叩いて振動させると二つの人形は台の上で振動で小刻みに中央へ向け移動していく。 やがて二つの人形はぶつかり合い、動きの具合により一方が倒れたり、あるいは台の上に、あらかじめ土俵を模して引かれた線を越えたりする。この様子を相撲の取り組みになぞらえて、遊ぶのが基本的な遊び方である。1954年、当時17歳の徳川義行は、神相撲に使う。 力士人形の右手部分を高く、左手部分を低くし、足の部分を前に倒れるように作ったものを二つ、あらかじめ互いに支え合うような形で置いて行う、神相撲の方法を考案した。この形で神相撲を行うと、相撲でいう左四つの体勢になり、変化に富んだ動きをするようになった。徳川は友人らとこの方式の神相撲力士を、 制作し合い、おのおの相撲部屋に見立て、大相撲同様に場所を行い、成績により、番付けを変化させる遊びを始めた。これは長らく徳川らの仲間内で行われるもので、あったが、1975年、週刊誌で取り上げられたのをきっかけに、多くのメディアで取り上げられるようになった。当時の横綱、照らの花の取り組みは、NHK テレビなどで数度生中継され、 小学生を中心として多数の神相撲愛好者を生んだ。ブームは数年で下火になったが、当時神相撲を始めた愛好者たちが今なお教会を運営している。2021年の第153回場所現在の横綱は、若の島、春の将、三空富士、大関は、佐賀の海、先駆け伝となっている。ありがとうございます。